イングランド東部リンカンシャーにある単一自治体。ノースリンカンシャーやリンカンシャーの人種カウンティーと接しており、全体で天冷カウンティを構成している。2011年国勢調査によると人口は159,616人。ヨークシャーザ・ハンバーに属している。1996年4月1日、ハンバーサイドの解体によって、それを構成していたクリーソープ。 グレート・グリムズ・ビーという二つのバラから設立された。ハンバーサイドが設立される1974年以前は、パーツ・オブ・リンゼイの一部であった。ナショナル・フィッシング・ヘリテージ・センター地方議会でもある、ノース・イースト・リンカンシャー・カウンシルの選挙は2010年以降、毎年5月に行われている。議席数は42議席で1995年に、単一自治体としての選挙が行われてから、 選挙結果は労働党が議会統制を担うか多数派がいないかのどちらかであった。2003年から2011年までの間、保守党と自由民主党の連立政権が行政を担っていた。2011年には労働党が少数与党となって政権を運営し、2012年から2年間は同党が多数派与党として政権を担った。しかし、 その後は再び少数与党となった。2019年、カウンシルが設立された1996年以来、初めて保守党が単独過半数を獲得した。以下、2018年、2019年の選挙結果を示す。行政も、ノースイースト・リンカンシャー・カウンシルが担っている。同カウンシルでは、キャビネットスタイルが採用されており、カウンシルの与党議員が、 行政職を担い、各自のポートフォリオに対して責任を持つ。また、年に2回監査を受ける必要があり、監査委員会がそれを行っている。主な内包地区は以下の通り、グリニチ四五線がこの自治体を通っている。主な町はグリムズビー、イミンガム、クリーソープスの3つで、グリムズビーと市験を形成している。主な産業は飲食業、漁業、港湾業、 運送業、再生エネルギー、科学など、域内に一つの発電所がある。Office for National Statistics Hot Governance Hot Tories Take Council for First Time HTTPS www.bbc.com News UK イングランドハンバー -481441142019 年5月3日閲覧 インフォメーションアバ about the ト,ト、ノースイーストリンカンシャーカウンシル2010年5月10日閲覧。カウンシルイグノアドアイスランディックリスク。BBC ニュース h t t p ス e w s b b c c o u k スラッシュ1スラッシュハイスラッシュイングランドスラッシュ humber スラッシュ 7965359.stm ありがとうございます。